ちゃ。こんにちは、三鷹さん。はい、また新たな3連戦が終わりました。そうだね、はい、いかがでしたでしょうか。まあね、この中でやっぱ阪神巨人っていうのが、はい、まあ俺の中では大注目で、なぜ大注目かというと、はい、阪神がずっと負け越してんだよね、対戦成績巨人に対して。で、今年は非常にいいスタートを切り、初めてのその伝統の一戦を迎えてね、どういう戦い方をするのか、これが最大の注目だったんだよね、はい、ということで、まあ3戦目の1戦目阪神巨人戦、はい、6対2阪神、はい、まあ、西とサンチェスが投げ合うわけだけども、これはもうプレーボール当初から雨が降っていて、まあ、それでなんかこう外国人なのかな、サンチェスがちょっと集中しきれてないなっていうようなね、ところからゲームが始まって、まあ西は素晴らしい集中力を見せたんだけど、やっぱこの中でやっぱ梅野、まあ佐藤の後を打つ梅野ねが、まあ素晴らしい活躍をするわけだけども、やっぱり佐藤というのは打てなくてもさ、やっぱピッチャーにこう無類のプレッシャーをかけてるんだよね。で、やっぱりこの選手に打たしちゃいけないということで、で佐藤を超えた時にやっぱちょっと気が抜けるのかどうかわからないけど、梅野がやっぱりうまくこう佐藤が打てなくても拾っていくんだよね。だから梅野のこのやっぱこう佐藤梅野という続く打線というのは非常に嫌な打線になってるね。やっぱ巨人はね、ちょっとやっぱバッティングが低調だわ、まあその中でやっぱ岡本というのがちょっと低調だな、はい、ここら辺ね、打順もいろいろ変えてきたんだけど、まあ、なかなかこううまく機能しなかったという、まあ、初戦だったよね、はい、で、ヤクルト広島、0対2広島、はい、これはやっぱ森下が素晴らしいわ。で、素晴らしさのさ、まあ、一番素晴らしかったのはやっぱこう最終回に、ピンチの時にね、塩見に対してのインサイド、はい、その日のマックスを記録するんだよね、150キロ以上の。このスタミナもこう含めてやっぱコントロールも素晴らしいし、やっぱ森下というのは悪くなった時の修正力、これがやっぱりねすごいわ森下。はい、可愛い顔してね。そうですね。そうだろう。はい、なんかまた今シーズンまた雰囲気がちょっと変わった気がします。ちょっと、まあ、柔らかくなってるよね、はい、だからすごいあの柔らかさからあんなすごいピッチングができるんだっていうような、まあ、そんな印象で、まあ、ヤクルトの打線がこう手も足も出なかったというね、まあ、特に村上が苦手にしてるということもあり、はい、こう点にならなかったけども、ただスワレな、ヤクルトの先発ピッチャースワレスは安定感はあったよね、うん、だから、まあ、対戦するピッチャーによって勝ち負けがあるんだけども、はい、こうまあ、近いうちにこうスワレスは勝てるピッチャーに変身していくと思うよ。で、中日 DeNA、はい、3対7、DeNA、はい、で大野と大貫の投げ合いということで、まあ、大野が満塁ホームランを打たれるという、はい、で、まあ、大貫は打線のね援護もあり、まあ、勝っていくわけだけども、やっぱその中で DeNA はやっぱこう牧と上里、はい、この2人、まあ、後輩だけどね、はい、2人とも大学のね、はい、後輩だけど、すごくやっぱりいい働きしてる、上里満塁ホームランとかね、牧も打点を着実に積み上げてるということ、はい、それと中日から言わすとやっぱ大野をやっぱこう開幕カードを外して3戦目に持ってきた、で結局相手ピッチャーは相手チームは3番手と中日はエースを投げさせてるわけね、はい、まあ、ここでやっぱ大野が負けたりだとか大野が勝てないと中日はどんどん苦しくなるわ。だから大野に勝ちがつかないとさ、はい、やっぱ苦しいなという。それと中日の方はまだこの時点で先発ピッチャーに勝ちがついてないと
ということはもう中継ぎ勝負で苦しい試合をずっと続けてるということだよね。だから大野がやっぱ勝たないといけないということだよね。はい、はい、でパ・リーグ、パ・リーグ、はい、西武対楽天、はい、2対13、はい、大差です ね、 ねえ松本と岸が投げ合うんだけど、まあ岸はやっぱ安定感があるし、うん、やっぱそれなりのピッチングはずっとするよね。で一方その西武、はい、13四死球ということで、これはちょっと多すぎる、ね、いや多すぎるところじゃないよ、はい、まあ普通はさ1つ2つ出すぐらいなんだけども、はい、13出したら勝てるわけがないし、うん、やっぱこういう13対2こんな得点差になってくるよね、はい、まあこれはねこういう試合をやると打線にも影響が出てくる。なぜかというと守りのリズムからあのバッティングにつなげていくんだけど、うん、はい、やっぱ繋がってこないよねこういう試合をやってるとね。だからもう少しピッチャー頑張らないとなっていう、はい、でロッテオリックス、はい、3対3引き分け、はい、小島と田島の投げ合い、田島がやっぱ勝てないとさやっぱオリックスは上位をうかがえない。やっぱ山岡っていうのはいるけどもやっぱ田島がもう一枚加わらないと貯金ということにはなってこないよねチーム自体が、うん、まあロッテの方はこの試合ではタイムリーが出なかったというね、うん、なかなか、はい、やっぱ課題はまだチームは抱えてるなっていう、うん、まあそんなにねチャンスでね簡単に打てたら、まあ、全部勝てるんだけど、だけどまあまあ、一つのロッテの課題かな点を取るということがね、はいはい、で日本ハムソフトバンク、はい、池田と千賀の投げ合い、はい、0対7、はい、ソフトバンクの勝利で、ね、うんうん、まあ、日本ハムの方から言うと、はい、投打とも振るわないわ、うん、まあ、なんかこう元気がないように見える、うん、まあ、連敗中もあるけどね。ただそのソフトバンク0対7というふうに勝ってたはいいけど、まあ今季初先発の千賀がそうですねこの試合で捻挫、はい、と登板してその試合で捻挫ということで、そうなんだ、映像見てるとかなりひねってるよな、捻挫でね、捻挫って外を捻挫することはあるんだけど内側を捻挫っていうのはなかなかないんだよね、はい、だからこれね場合によってじゃあものすごい時間がかかる怪我になってるかもわかんない。だからこの勝ちはこう素直に喜べない勝ちになってるよね、うん、ただ打線は少しずつだけどもちょっと上がり調子になってきたかなっていう感じがするよね、うんうん、はい、はい、で1日目、はい、はい、でこれから2日目ですね。そうだね、阪神対巨人ね、7対1、阪神伊藤ルーキーのね、はい、で畑が投げ合うで、まあ、巨人から言うとやっぱ打てないわ。そうです、ね、まあ初物だっていうこともあったにしてもやっぱこう打てないね。ここを 1,2 番を変えたりだとかさ、まあ、梶谷を2番に入れたりだとかいろいろしたけども、まあ、うまくいかないと。で伊藤はなんか昔の成瀬に似てるというね、うまくチェンジアップを使いながらっていうまっすぐを早く見せるというね。でこの試合で目立ったのが1、2番、阪神の1、2番、阪神の1、2番、はい、で近本、糸原、これがやっぱこう機能するし、昨年ねやっぱ東京ドームで初めて巨人阪神戦が行われた時に 原監督がやりたい放題やったんだよね、うん、足を絡めながらっていう、はい、それを今回阪神がやった。うーん、足を絡める、エンドランはかける、そういうことで点を重ねていく。まあ矢野監督ってやっぱそういうことを覚えてたのかなと思って、悔しさを、なるほど、それを逆にやり返したというね。まあ1戦目はコウ・コールドでさ、突然7回にもう打ち切りになって、はい、原監督が原渡にひぐり返ってたけど、はい、それはやっぱ30分待つとか、それともグラウンド整備をちゃんとしてゲームを続行するとか、そういうこともなく打ち切りだったから、はい、原渡にえぐり返ってたと思うんだけど、はい、この試合ではやっぱり 1,2 番が機能し、もう原渡にえぐり返ってると思うよ。また違う意味で、やっぱりやられたって、はい、去年と
同じことを、うん、同じことっていうか逆にやられたということでね、うん、でも阪神は見事な攻撃だったわこれは、うん、だから今年の阪神はやっぱちょっと一味違うなっていうのを、まあ、見せつけたようなねそういう試合だった、うん、で中日対 DeNA、はい、3対1中日、はい、まあ、勝野と入江が、まあ、投げたけどもね投げ合ったけども初めて、中日の先発した勝野に、勝ち星がついたという、うん、だからまあこういう、まあ、3対1というような安定したような戦い方をするとね、まあ、先発ピッチャーに、勝ち星がつくよね、はい、これはね、はい、まあ、その中でやっぱネオがタイムリーを打ってるという、うん、だからネオも着実に成長してるなという、まあ、印象を与えたゲームだったし、まあ、中日の中継ぎ陣やっぱ安定してるなっていうね、うん、まあ、そんな印象を受けたゲームだ、まあ、DeNA の方はちょっとミスでね、負けたんだよね、まあ、送球ミスだとかいろいろあったけど、まあ、ルーキーに早く勝たせてやらないとね、うん、ゲームは作ってるわけだから、だから早く異例に1勝がつくといいなっていうふうに思うゲームだったよ、はい、この試合は残塁も多かったですね、残塁が多いんだよ、1本出ないんだよ、で宮崎がねちょっと調子が悪いんだよ、で上里真希っていうのは非常にね安定した戦い、バッティングを見せてんだけど、宮崎がねちょっと力んでるな、うん、いや俺がやらなきゃいけないとかさ、なんか重荷を背負って戦ってるような、まあ、そんな感じがしてさ、ちょっと痛々しかったね、うん、宮崎のミスもあったし、はい、もう少し力抜いてやるといいなっていうふうに思ったよね、また上里選手、牧選手の活躍があるのをいい方の刺激にしていけるというか、ね、まあそうだよね、うんうん、俺もやらなきゃじゃなくてね、そうですね、うん、はい、で、ヤクルト広島、はい、高梨床田、はい、3対2ヤクルト、はい、うん、これね、やっぱコロナで離脱してる選手が多くいる中でね、まあ、それも主力だよね、はい、青木、内川とかいなくて、はい、で、打順の組み方で中村2番にしてるんだよね、キャッチャーの、うん、俺が3本打って打線をつなげてるという、うん、だから非常にキャッチャーもやり、2番も打ち、まあ、大変だと思うんだけど、本当によく頑張ってるよね、だけど若手がよく頑張ってる、使われた若手が、まあ、ここチャンスということでね、非常にすごくこう生き生きとなんかやる気を感じるというか、うん、まあ、そんな形で、頑張ってるよねで広島の方はホームランで点は取るんだよね、まあ、2点だけど打線がなかなかつながってこないという、うん、まあ、そこら辺で点にはあんまりなんなかったけど、はい、でも触れてるバッターは意外に多いなという、うん、ただ繋がらないだけでね、だけどヤクルトの粘り勝ち、最後、はい、石山がフラフラしながらもやっぱみんなの頑張りをね、無駄にしないでちゃんと締めてくれたよね、うん、うん、まあ、だん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 やっぱ頼もしくなってきてる、でパリーグ、パリーグ、まあ、西武対楽天、今井と則本の投げ合い、3対6で楽天、はい、うん、やっぱ今井はねフォアボールが多すぎるわ、うん、だからやっぱこうリズムが出ないバッティングのね、まあなんか一人相撲をこうやってるような、いつもそういう形でね、まあ、いつも苦しんでるという自分一人で、だからここら、もっとねまっすぐ速いんだから、もっと自信を持ってどんどん投げ込めばいいと思うんだけどね、変化球投げてはボールになり、まっすぐを投げて打たれるという、いやもう最初からまっすぐだけでいいじゃないかっていうような、だって155以上も投げる時あるんだもん、はい、だからなかなか打てないと思うんだけどね、うん、ただその中で若林が、ホームランを打ち、なんか楽しみな選手がどんどん出てくるなと思ってね、うん、西武にはね、だからまあ今怪我でね4番5番6番いない中、そうですね、まあ若手にチャンスがあるわけだから、はい、やっぱこう若林みたいにね結果を出して頑張ってほしいと思うけどね、はい、はい、で楽天の方は1番辰巳がいいね、うん、辰巳がいいし、ホームランを含む3打点、則本も安定してるという、やっぱねあそこは岸則本ってくるとさ、なかなかやっぱ点取るのは難しいとは思うんだけど、はい、やっぱさすがいいピッチャーを揃えてるなっていうふうに思うゲームだったね
で、ロッテ、オリックス、はい、9対2、ロッテ、はい、まあ、荻野、マーティン、1、2番がこう出塁し、機能してるという、で4番にずっと入ってる安田がやっぱこう乗ってきてるね。だからここら辺やっぱ1、2番が出て4番が当たってきてると、はい、やっぱ点にはなるんだよ ね、 うん、だからまあ9点という点を取ったけども、はい、まあ岩下と増井が投げてるんだけどね、まあ増井もよく頑張ってるんだけどさ、やっぱ援護に恵まれてないという、まあ9点も取られるとさ、まあ一人で取られたわけじゃないけど、だけどそのモヤがさ、とかやっぱ前日ミスしたりだとかさ、まあいろいろミスが重なってるよね。ファーストのミスだとかさ、ツーベースにしちゃったりだとかさ、やっぱりこう上位を狙っていくんだったらそういうミスをね、なくしていかないとね、なかなか上にはいけないというね、まあそういうゲームだった。で、日本ハム、ソフトバンク、はい、2対6、はい、ソフトバンク、まあ伊藤と笠谷の投げ合い、まあどちらかというとさ、伊藤の方が良かったんだよね。笠谷はね、安定しなかったのよ。まあ、四球が多かったんだよね。はい、まあ、だけど、なんとか頑張るという。で、伊藤は安定感があったんだけど、まあ、勝てなかったというね。はい、まあ、勝ち投手の権利を持って降りたんだけどさ、勝てなかった。まあ、その中で、やっぱり日本ハムはミスが多く、投手の足を引っ張る。で、まあ、チームにホームランがなかったのね。はい。ここね、それは、太田がやっと打ったという、はい、まあ、いろいろ言われるじゃない、チームにホームランがまだ一本もないとか、はい、でもそういう呪縛が取れたゲームだったんだけど、結果的にそのホームランも勝ちには結びつかなかったというね、うん、ただソフトバンクの方も相手のミスでね、勝ってるというかね、はい、まあ、打線はつながってるっていう感じはないんだけど、ただやっぱこう勝負どころでなんとか一本を出す選手がいるよね。やっぱこれはね、やっぱこう経験値というか、まあそういうものが生きてるのと、やっぱ走塁が素晴らしいわ、やっぱ少ないチャンスだけど一つでも前に行く塁を狙う、そういうことがやっぱりよくできてるよね。だからすごくやっぱ打てない、チーム状態が悪いんだけど負けないという、そういう試合をするよね、はい、うん、で3日目、はい、阪神巨人ね、スイープできるか、阪神が3立て食らわすかっていう、はい、ね、秋山対高橋優希が投げ合い、まあ、秋山も去年良かったし、危惧してるのは今年悪いんじゃないかっていうふうに勝手に俺は思ってるんだけど、はい、まあでも結果は0対3、巨人の勝ち。まあ、高橋優希が良かった、それを引き出したのが住谷というベテランのキャッチャーだよね。まあ、まっすぐを早く見せ、チェンジアップを抜くという、まあ、非常に組み立ても良かったし、はい、なかなかこう阪神の打線がピッチングについてこれなかったというね、で 1、2番をやっぱしっかり抑えたということ、まあ、それが勝ちにつながったんだけどさ、まあ、阪神はやっぱ手の打ちようがなかったこの試合はね。ただね、まあ、その中で守り勝ったなって思うのは、あの8回の1、3塁、ランナーサードでバックホームしたんだよね、はい、内野は下げてたんだけど、もう1点やってもいいからっていうことで、まあ、ヨーカーだったんだけど打席がね、2、3塁か、2、3塁でワンアウト2、3塁で下げた、やっぱ同点を下げて、だけどファーストの北川が後ろに守ったにもかかわらずバックホームしたんだよね、それで1点を防いだという、はい、でもそういうプレーっていうのはさ、指示は一つ取れっていうことだったんだけど、はい、起点を利かしてホームに投げて1点を防いだと、はい、この1点を防ぐっていうのがさ、すごくチームのな、ゲームの流れも変えるし、素晴らしいプレーだったと思うよね。だからよく守りがあったと思う。でこの試合で、まあ、佐藤もまた三振したんだけどさ、はい、三振率がさ
5割近いんだよね、はい、5割近い佐藤選手、うん、はい、だから2個に1個三振してるという、はい、ような計算上はそういう風になってんだよね。ただ魅力のある選手だからさ、だからといって変えた方がいいとは言わないけどね、はい、言わないけど、やっぱり最初に言ったように UKM 系のプレッシャーも与えてるということから考えるとさ、外す選手ではないけども、もう少しボール球を見極めた方がいいな、うんうん、力はあるだけにさ、やっぱなんかすごいもったいないと思う、うん、なんかちょっと焦り出してんのかなっていう気もするし、だから焦らないでじっと構えて、一番打たれたくないバッターなんだから、そんなに簡単には攻めてこないよってね。だからボールを打ったら、はい、ボールを振らなかったら、はい、必ずストライクを投げてくるわけだから、うん、そこまで、ま、待つということがね、うん、佐藤には大切かなっていうふうには思ったゲームでした。やっぱオープン戦とかだとこう力が抜けてる、いらない力が抜けてるというか、あ、まあ、やっぱシーズン入ってやるぞっていうところが、うん、また力みになったりとか焦りになったりっていうのはありますかね。多分ね、オープン戦はね、打たしてみるのよ、うん、またじゃあそれもあったから、うん、シーズン始まってのギャップっていうのもありますかね。あ、それはある、はい、やっぱみんなも期待するしね、うん、いやだからそこら辺でやっぱかわいそうなのはデータを集められてるっていうことだよ ね、うん、まあ、シーズンのためのオープン戦でやってるっていうことなんでしょうね。だから牧が頑張ってるだけに、はい、まあ、焦りも出てきてるかもわかんないよね。うん、はい、まあでも、巨人がね、これを勢い的には3連敗するんじゃないかなと思ったけども、やっぱさすがにそこはやらせなかったね、はい、高橋優希は本当に頑張ったと思う。うん、続きましては中日対 DeNA、はい、2対5で DeNA、はい、松葉と平、いい投げ合いだったよね。いい投げ合いだったけど、まあ中継ぎ勝負になってきて、まあ DeNA が勝ったんだけど、やっぱ中日がもったいなかったのはミスが多かったね。で高橋周平ってさ、ゴールデングラブを取ったんだよ去年。でもその守備がさ、ちょっとそんなボールエラーするみたいな、そういうこともあったし、まあ決勝点になったのは、まあ、それを取ってたらゲッツーで最低引き分けに持ち込めたんだけどさ、それを弾いて、まあ、決勝点に なっちゃったんだけどね。まあ高橋周平がちょっと制裁書くと、やっぱチーム、今日からビシエドもいないしさ、はい、ちょっとチームとしての勢いがなくなってしまう、うん、まあそれが心配だよね、うん、まあ、ただ DeNA の方は山崎康明が勝ち投手になり、もう本当久しぶりだと思うんだよね、はい、これで本人の流れも変わってくれるといいなと思ってさ、やっぱ一つどんなピッチャーでもさ、結果を残してきたピッチャーでも一つ勝つっていうのはさ、やっぱ気分的に全然違うと思わない、はい、ね、やっぱりもうそういうふうな結果が出ないと、うん、やっぱり内容が良くても結果がついてこなければちょっともやもや感が残るよ ね、はい、ですよね、うん、だから今日勝てたということがさ、まあ一つのきっかけとなって彼らしいねピッチングがもっともっと戻ってくるとね、はい、いいなと思ったゲームだったね、はい、うん、DeNA は初の勝ち越し、うん、そうそう、カード勝ち越し、はい、まあ、これは非常に喜ばしいことでやっと勝てたかというね、はい、まあそういう試合だったよね、はい、でヤクルト対広島、はい、ヤクルトが11対7で、はい、勝つ奥川、はい、中村の投げ、奥川が勝ったんだよ、はい、もうねボロボロだったんだよ初回に4点取られるかみたいな、ツーアウトから、はい、で3回までに10本ぐらいヒット打たれてんだよね、うん、で6失点ぐらいしてるんだけど勝ち投手になった、はい、やっぱりよくベンチも我慢したよね。まあ初回から変えるっていうことはさ、うん、なかなかできなかったとは思うんだけど、奥川も勝ったことによってやっぱこう自信になり、まあ次へのね、なんていうのかな、まあステップにしてほしいなとは思うけど、うん、思ったのが4点取られたんだよね、はい、で4点取り返すわけよその初回に、はい、ヤクルトが、うん、その時喜んでんだよね。いやそこ喜ぶとこ違うぞっていやそこはもうちょっと反省しておかないとって、はい、
でもそこがまだ可愛いなと思ったんだけどさ、よかった初回の4点を取り戻したっていうところがもう、 もう可愛いなと思っちゃってね、はい、ただねそのヤクルトの4点の取り方ってさ、 1,2 番が出て、まあ、ノーアウト満塁を作るんだよね、 1,2,3 で、はい、で村上が冷静に見て押し出して、で荒木があのライトに打ち上げるんだよ、ノーアウト満塁から、うん、犠牲フライを、はい、でセカンドランナーまで、まあ、サードランナーは当然タッチアップするよね、はい、セカンドランナーをタッチアップさせる、はい、ああだから打つ方向ってすごく大事でさ、そうですね、うん、それで次の太田の犠牲フライでその荒木の犠牲フライ を生かしてまた点を取る、はい、3点目を、その間に村上もセカンドに行ってるんだよね、その走塁の素晴らしさだとかさ、打っていく方向の素晴らしさを感じたゲームだったよ。で西浦がタイムリーをあの村上を迎え入れるという、だから素晴らしい同点劇だったんだよね、はい、それがあったから11点も取れたんだと思うよ。だから見事なあの攻撃だったよね。だからヤクルトやっぱ打線いいなと思ってさ、で若手がいやもう躍動し始めてる、だからピッチャーがちょっと頑張ればさ、いや本当に下手すりゃさ上位をうかがえる、まあ、失礼な言い方だったけどね、下手すりゃって、はい、いや十分あの頑張れると思うよ、はい、これからもこう継続してほしいよね、うん、でも村上がねやっぱ負けず嫌いなんだろうね、あの子は。だから本当に一生懸命やってるし、ヘッドスライディングもね、はい、見せてくれてるし、だからすごく好感が持てる、うんうん、でパ・リーグ、パ・リーグですね、はい、パ・リーグ西武対楽天、はい、ね、0対4楽天、はい、ね、上山、まあ、プロ入り初登板なんだけど、はい、と、これ誰だっけ、滝永だ、滝永ってさ前回のロッテ戦だったと思うんだけど10失点してんだよね、うん、それから今日の登板7回1安打だよ、5回までパーフェクト、はい、何が、まあ、前回は初登板ということもあったよね、はい、多分だから今回は冷静に投げられたっていうことと、あとはやっぱりいいピッチャーがいるからさ、それにつられたっていうこともあるよね。でもいいピッチャー以上のピッチングを今日見せてくれたからさ、やっぱ素晴らしかったなっていうふうに思うよね。ただやっぱり西武はこの3連戦28個の四死球出してんだよ、それじゃやっぱ勝てない。うん、それと楽天はやっぱこう辰巳もいいし模擬がいいわ、模擬がよく打つで、浅村模擬って続くんだけどさ、やっぱそうなってくるとやっぱ大変だわ、ピッチャーは相手の、それなのにやっぱ四死球が多いっていうのはもう命取りですね。いやそう、そこなんだよ、はい、やっぱ逃げてちゃ勝てないしさ、でも勝負いったら打ち返されるというね、はい、だからまあフォアボールも出すのも分かるけどさ、やっぱ勝負いかないとね、はい、はい、でロッテオリックス、ロッテオリックス、はい、1対5、元前と山本由伸、はい、やっぱり山本と投げ合うピッチャーかわいそうだわ、今日ね山本はねそんなに調子は良くなかったと思うんだ、はい、でもやっぱりね名前で抑えられるようになってる、うん、山本はすごいというやっぱバッターの先入観もある、うん、だからすごいわ、ああ安定してる、調子は悪くても点は上げないというね、まあそういうこともあるし、まあこの中で杉本という、まあ、やっぱホームランを期待されてる選手がホームランを打ったりだとか、頓宮、これ今日は DH に入ったけどやっぱこうキャッチャーだけどね、本当は、はい、本来はね、はい、まあ今日は伏見というキャッチャーが座って、やっぱあそこもね、やっぱ中島監督でキャッチャー出身でやっぱ使い方がうまいよね、うん、で打てるキャッチャー2人だよ、伏見と頓宮って、でその中でも頓宮っていうのがなんかすごく気になっててさ、はい、だからこれからちょっと期待したいなっていうね、うん、
まあ、そういう選手だよね、はいはい、で最後に日本ハム対ソフトバンク、はい、2対4ソフトバンク、はい、河野と、武田の投げ、まあ、途中までね日本ハムが勝ってたんだけどね、だけどやっぱこう、8回まで行ったのかな、宮西が、はい、まあ、6連敗してるからさ、やっぱ責任感じたのかな、ベテランが。うん、で自分のミスから、ね、ピンチを招き、で中村にタイムリーヒットを打たれるんだけどさ、なんかずっと同じような感じを見せられてるというね。途中まではいい試合、途中までは1点差で勝ってる、だけど7、8、9ぐらいに逆転されるというさ、まあ、ただやっぱソフトバンクは経験値の高い選手がたくさんいるし、うん、はい、なんかこう今日はね目の負傷で中田が戦列から離れてたけど、はい、ちょっと迫力不足かなっていうね、うん、まあ頑張らないといけないけど、この3連戦の総評を言うとさ、はい、やっぱ巨人が よく3連敗しなかったなっていう、あれだけ打てなくて、まあ高橋勇気に感謝だなっていう、まあそれとやっぱ阪神はやっぱさすがいいゲームをやる今年は、で足も絡められる、足もある、長打もある、ピッチャーはいい、お優勝かみたいなそういうことを匂わせてくれるようなね、はい、この3連戦だったし、まあ、DeNA は、まあ、中日にカードは初めて勝ち越した、で中日はビシエドがいなくなり、周平がちょっとね元気がない、もうこれがちょっと気になった3連戦だったよね。でヤクルトは、広島に勝ち越し、ね、いい点の取り方をし始めてるし、なんかこうチームが明るい、なんか躍動してる感じがした。だからすごくこれからヤクルトっていうのは台風の目になってくるのかなっていうふうに思ったし、まあ、広島はちょっと打線がいい時よりもつながらなくなってきてる、ちょっと心配だなっていうふうに思うよね。まあ、西武対楽天、まあ、楽天が3連勝するわけだけども、やっぱ西武の方はフォアボールをなくさなきゃいけないということで、楽天は浅村が本調子になってくるとこれは大変なことになるなっていう、やっぱ1番は当たってる、5番は当たってるね、だから浅村が打ち出したらこれはピッチャーはいいし打線は打つしっていうことで、これは大変なことになってくるなっていう、はい、ロッテ対オリックスが、やっぱロッテ、まあ、よくはなってきてる、ただまだまだ勝負どころでの点の取り方っていうのがやっぱちょっとね、心もとないし、まあ、オリックスはピッチャーがいいだけに、で打てるバッターも増えてきた、吉田だけだったのがモヤとか、まあ、モヤは抹消されたのか怪我で、頓宮だとか、まあ、結構入れるようになってきてるんだよね。だからミスだけなくす、うん、ね、緊張感を持つ、そうやってくるとやっぱオリックスが台風の目になってきそうな感じがする。パ・リーグはね、はい、で最後日本ハム対ソフトバンク、はい、まあソフトバンクは3連勝、調子が悪い中の3連勝でも当たったチームが日本ハムで良かったという、日本ハムの方がもっと調子が悪い、まあ、調子が悪いっていうのか本当まだ1勝しかしてないからね、ここはやっぱ頑張らないとさ、はい、であとはソフトバンク、やっぱり勝負どころがで経験値が生きるなということと、あとはね千賀が心配、そうです ね、その後の経過も気になりますよね。そうだね。で明日から菅野が復帰する、はい、大瀬良との投げ、これがどうなのか、牧と佐藤の顔合わせがある、うん、まあ楽しみだけどね、うん、はい、まあ次の3連戦、次のカードはどうなるか、まあまあ、怪我にも戻ってくるチームもあるし、はい、ね、ルーキー同士、意識し合う人間たちが顔合わせをするということで、まあ楽しみです、はい、ね、ちょっと怪我心配だけど千賀のね、はい、早い復帰を願ってます、はい。